どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオオカミ遊園地プラネットコースターやっていきたいと思います。それでは早速、スタッフがちょっと増えてきて休憩所が足りないっていうことなので、このスタッフ海賊用の休憩所を追加していきたいと思います。ここでいいかな。ここに一つと、あと、まあ、こっちには多分作ったかな。この辺もないんだよね、あんまりね。もう一個ぐらいお金あるし作ろうかな。大丈夫かな、これ。道圧迫しない。道が圧迫しないかちょっと見づらいんだけど。大丈夫これ。大丈夫かな。ちょっと見えづらい。ちょっと、あーまあ大丈夫じゃない、ギリギリ。どう、あーかぶってない、これ大丈夫、これ大丈夫、かぶってセーフ、アウト、アウトかな。いや大丈夫だと信じたい。よし、これで少しまともになるかな。店員がコストが高いな、仕方ないな。特典か、結構使ったな。まあでもスタッフ管理も大事だよね。これ何、これ違うか、見張り棟ね。へえ、スタッフのあれだ、何をあげたいかにもできるんだ。じゃあここもまず人数を増やしてあげて、まあお金大丈夫だね。あれ？いいか、これで。よし。あとは機体のこれが。安いかな？ 18 ドル。ニューフェイス、もうちょっと高くてもいい。許される。まあ、行列もできてるし、ちょっと価格を上げて行列を抑えたいっていう目論見もあるんだよな。お、 1% 減った。みんな高くても結構乗るからな。抑え我慢っていうことを知らない、みんな、ここのお客さんたちは。もっといける、減った減った。あとはスタッフの研究を上げていこう。お、ちょっとやる気ない人たちは実況を上げていこうか。やめちゃいそうだな。結構お金はあげてるんだけどな。研究無臭風率、プラス9。あ、いいね。だいぶちょっと良くなった。1000人までもう少し。650。あ、結構上がったね。悪くないね。評判は？まあ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 。
いやちょっと思い切って20ドルぐらいどう？怒るかなみんな、さすがに。ちょっと並びすぎだからね。一応時間は早送りにしてあげて 39%。 そんなに乗りたい？これもっと上げちゃうけど、価格どう？大丈夫なんだ。1000に行かないな、なかなか。お金の増えもあんまり、まあ、研究してるから仕方ないかな。乗り物これでも、これ以上価値高くしたときどうしたらいいだろうな。ビーフ所長、仕方ないよね。混んでるって言われてもどうしようもない。今スタッフって何人ぐらいいるんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 人ぐらいいる。結構いるな。エリクサーマシーン、新しい飲むのが行きました。はいはい、どれ高いって。旧式だからこれぐらいでどう？まだ高い。よし、これでお金が増えるかどうかだよね。今研究なしだから。お、1000人まであと10人。惜しいな。いや惜しいな。なかなかあと一押し。まだか。大丈夫、高いって怒ってない。あ、怒ってないんだ。すごいね。すごい稼ぎ頭じゃないこれ。もっといける？25ドルぐらいまで攻めようかな。あとはアトラクションね。旧式、時代遅れ。まあまあいいんじゃない。ここから厳しいな。これどうやって乗り物追加すればいいんだ。他に新しいのできたけど 4.08。 これどっか設置できないかな。ここ、いやまあここにできるけどね。ここできないのかな。ここなんでできないんだろうな。
ここ遠すぎるよな、さすがに。できるみたいだけど。道がある？だってこれ道なくない？道厳しくない？これ、これ何？あー、出口か。どうもできないってのが苦しいな。ここに小さいの置ける？いやー無理だよね。ワイルドブルーはもう問題外。このステージ難しいぞ。地形を変えない、変えれないっていうし。こんな偏僻なところに置いて誰か来る？いくらだっけこれ。安くはないな。お金の赤字もまずいな。お金が増えてこない。割と赤字。職員の給料が高いんだろうな。こればっかりはどうしようもないんだよな。でもいやまずい、結構な赤字だな。いやちょっとお金なくなる前にちょっとこれ先月のちょっとダメだ。このまま古いやつにしたかったけどリブランドしようか。9、これで値段をちょっと戻そう。収入源を上げよう。500、400、これかな。いやーでもどれか1個だけ出払そうか。これもリブランドしよう。ちょっと名前は適当で。これでこれだけはずっと流行旧式でいこう。時代遅れ。いやーいや思えないな。ちょっと収入がなさすぎる。これでちょっと持ち直すかな、多分。我が遊園地。これもリブランドしたいな。どんどんリブランドしようか。一つだけどうしてもクラシックっていうのがあって、この時代遅れ、ここまで達成したら、クラシックで逆に評価が高くなるみたいだから、これだけ一つだけ作りたい。これもリブランドしようか。化石頭がちょっとお金が入ってこないっていうのは困るね。これでよし。これで多分赤字問題は少し解決するんじゃないかな。
多分これ安すぎるよね。 8.9 ぐらいまでいける？ちょっとお金が足りない、赤字がひどすぎる。はい、それではこんな感じでもう少し様子を見ていきたいと思います。いやー、つまないことを祈ってます。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミーゴス。またね。